新庄劇場。新庄劇場とは、元プロ野球選手の新庄剛志が日本ハム時代に行ってきたファンサービスや出来事を総称する読み名であり、北海道に移転したばかりの日本ハムを一躍人気球団に押し上げたんです。そこで一つの疑問が生じました。日本ハム時代の新庄はどんなパフォーマンスを行っていたのか。というわけで今回は日本ハム新庄のパフォーマンスを紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。パフォーマンス、新庄が日本ハム時代に行ってきたパフォーマンスがこちらです。かぶり物、本格パフォーマンス、オールスター、始球式、開幕直後の引退宣言、順番に見ていきましょう。かぶり物、新庄が日本ハムに在籍している間、計5回試合前にかぶり物を着用してシートノックを受けるパフォーマンスを行いました。カエル、新庄が初めてやったかぶり物がカエル。カエルをかぶるにあたってちょっとしたエピソードがありまして、新庄は福岡ドームでの大栄戦の試合後、ケロヤというカエルの被り物をした店に立ち寄り、そこの店主と意気投合。店主にこのカエルの被り物を着てプレーせと言われ、カエルはさすがにダサいと思った新庄は、お前と奥さんが全身カエル姿で福岡ドームまで来たら被ったるわと条件を出すと、次の試合本当に夫婦二人がカエルの姿で登場し、新庄はカエルを被る決意を固めたらしいです。その後カエルを被ってシートノックを受け、当日の試合に勝利すると、翌日の観客席にカエルの被り物をした観客が15人ぐらいいたらしく、新庄はチームも勝利したし、これからも被り物をやろうとなったらしいです。スパイダーマン、アメコミのスーパーヒーロー、スパイダーマンの被り物を被ってシートノックを受けました。新庄はスパイダーマンにユニフォームはおかしいかなと思い、赤色の新庄 T シャツを着てグラウンドに出ようとすると、鉢合わせた審判団に、ダメダメ、シートノックはユニフォーム着ないとダメ、被っていいけど、ユニフォームは着ないとダメと言われ、新庄赤 T の上にユニフォームを着てシートノックを受け、ベンチに戻った後にユニフォームを脱ぎ、上半身が赤色になると、新庄はこの映像使われるなと思い、すぐさまスパイダーマンの糸を出す仕草をカメラ目線で行いました。その後スパイダーマンの姿でエンジンの声出しをして試合は勝利しました。ゴレンジャー、プロ野球選手会がストライキを決行した後の最初の試合前に、新庄と森本、島田、石本、坪井とともにスーパー戦隊ゴレンジャーの被り物をしてシートノックを受け、ファンを沸かせました。その後の試合では9回裏、12対12の同点、2アウト満塁の場面でバッターは新庄、ピッチャー店からレフトスタンドへサヨナラ満塁ホームランを放ち、喜びが爆発。一塁走者の田中幸雄と抱き合った際、その場で1回転し、先の走者を追い越したことにより新庄はアウトに。しかし1回転する前に三塁走者がホームインしていたため、サヨナラ勝ちは成立し、世にも珍しいサヨナラフェンス越え安打となりました。オリジナルマスク、自費で350万円をかけハリウッドの巨匠に制作依頼したオリジナルの被り物、新庄の顔を4人の新庄が次々と被りついていくグロテスクなマスクとなっていて話題となりました。全員新庄、西武戦で新庄に加えて森本、稲葉、小屋、石本の5人が同じ新庄の被り物を被りシートノックを受けました。しかしパフォーマンス後の試合で敗戦し、以降新庄は被り物パフォーマンスを封印しています。相手チームのユニフォームを着てシートノック。2006年の阪神戦、現役最後の甲子園での試合、新庄は古巣阪神のユニフォームを着てグラウンドに登場しシートノックを受け、阪神ファンを沸かせました。しかしその後パリーグ連盟と球団に厳重注意を受け、当時のヒルマン監督もこれについてはさすがに戸惑ったらしいです。新庄曰く、これらのパフォーマンスは全部事後報告だったらしく、最初はやって球団に怒られるも、だんだん怒られなくなり、いつしか球団側からいつやるのとなっていたらしいです。本格パフォーマンスショー、新庄は2006年の試合前に3回大規模なパフォーマンスを行い、ファンを沸かせています。ハーレーに乗って登場、2006年札幌ドームでの開幕戦、選手が守備位置に着く際照明が消され、新庄がハーレーを運転しながら場内を一周しセンターのポジションにつき、続いて他のスタメン選手もサイドカーの助手席に乗車し守備位置へ向かうパフォーマンスを披露しました。天井から登場、試合前球場全体が真っ暗になり、天井にスポットが当たるとそこから新庄がアイドルさながらの登場、サングラス姿で腕を高く突き上げ一番ポーズを決めながら降下しました。ただ新庄は高所恐怖症であり、降りている間も目を閉じたままだったらしいです。イリュージョンショー、オレンジ色の服を着た新庄がヘルメットをかぶって箱の中に入り、手錠をはめられ蓋をかぶされた後、バイクが猛スピードで箱を貫通すると、中には入っているはずの新庄がおらず、
バイクの運転手がヘルメットを取るとその人が新庄だったというイリュージョンで観客を沸かせました。オールスター、新庄は日本ハムに在籍した3年間いずれもオールスターにファン投票で選出され、印象的なパフォーマンスを行っています。2004年には予告ホームラン宣言をしてセーフティーバントをしたり、3回に新庄が3塁に進むとセリーグのキャッチャー矢野がピッチャー福原に返球した瞬間にホームに突進、球宴史上初のホームスチールに成功しました。2005年には自前で用意したゴールデンバットや180万円相当のダイヤモンドが埋め込まれたスパイクシューズを着用し話題に。2006年にはレインボーバットを使用、しかし中日岩瀬との対戦で粉砕されました。腰には電光掲示板が取り付けられたベルトを着用し、画面にはこちらのメッセージが流されました。始球式、新庄は始球式でも時折球場を盛り上げていました。上戸彩、2005年ソフトバンクとの開幕戦、女優の上戸彩が始球式のピッチャーを務めた時、バッターは日本ハムの1番新庄。当時オロナミン C の CM で上戸彩と共演していた新庄はバットではなく、なんとオロナミン C の瓶を持ってバッターボックスに。上戸彩とオロナミン C の決めポーズをして観客を沸かせました。ダース・ベイダー、2005年交流戦阪神との開幕戦で新庄はダース・ベイダーに扮し始球式を行い、ダース・ベイダーの被り物を取ると新庄が姿を現し、球場は盛り上がりを見せました。開幕直後に引退宣言、4月18日東京ドームでのオリックス戦後にヒーローインタビューで現役引退を宣言。これには意図があり、メディアの注目を集めて札幌ドームにお客さんを集めてチームの士気を高める狙いがありました。思惑通り引退が近づくにつれて注目は集まり、観客動員数は前年より30万に増え、チームは25年ぶりのリーグ優勝、そして自身初めての日本シリーズ、プロ野球人生最後の打席で涙。新庄はこの涙の理由を、最後の打席だから泣いたのではなく、中日のキャッチャー谷繁に全部ストレート投げるから打てと言われ、日本シリーズにもかかわらず花道を用意してくれる谷繁の心意気に感動して泣いたとのことです。そしてファイターズは日本一を達成し、入団会見で公言した札幌ドームを満員にする、チームを日本一にするという目標を見事に達成し、ユニフォームを脱ぎました。というわけで今回は新庄日本ハム時代のパフォーマンスを紹介させてもらいました。新庄阪神時代の宇宙人エピソードについてはこちらの動画で紹介しているので、ぜひこれからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。